入るんやろ。うん、海藻茶。お疲れ。長かったね、なかなか。あ、お前がカイロレンでこっちがルーク？なんで？あげましておめでとう。いやー、メロリーナ恒例のまた証拠にもなく1月1日にあの映画会ですけれどもね、うん、無事に行きました、ドラえもんのび太の何でしたっけ？あ、そうそうそうドラえもんのび太のカイロレンでした以上ね、スターウォーズ、今年もね、スターウォーズジェダイの最後の時代見ましたね。いろいろ言いたいことあると思いますけれども、順番、どの順番で言いましょうか。はい、一番最初に言いたい人誰ですか。誰でもいいです。あ、そう、ほな俺言っていい？どうぞ。言えへんのやったら。どうぞ。ああ、そう、あのね、完全ネタバレというかね、もうあの身も蓋もないね、救いようのないあのネタバレ動画やから、はい、今ここで切った方がいいですね。切った方がいいと思う。切った方がいいですね。皆さん、あのね、動画ね、ほんま止めてください。あの、マジで身も蓋もないです。あの、前半のあの、6秒だけ聞いて、あの、やめようかなとか、そういうのはやめましょうね。もう、3、2、1、はい、切って。あとは知りませんよ。俺のせい。それがね、一つ言っとくけど、見に行った方がいいですね。あのね、結論を言いますとですね、難しいですけどね。うん、そうやね。あのね、あの、煮え切らん、ルーク・スカイウォーカーなんです。とにかく、あの、ポイントは。ルークはね、とにかく煮え切らんジジイ、イライラさせる煮え切らんジジイが、後半最後、無敵の男になって、無敵かと思ったら、実は正体が朝原将校だったという。あの、ダメかなこれ。あの、朝原将校って名前でセキロ。いやでもね、出てるやんな。セキロ、あれをやった男っちゅうと、ごめん、申し訳ないんだけど、将校しかおらんって思わへんか。俺な、あの、泣けたところはね、あの、助けてオビアンケノービ、あなただけが頼りです。あのビデオを見せて、R2 がね、煮え切らんルークに、もう何やっとんやと。で、若い頃のね、あれをその、あのビデオで、例の、助けてオビアンケノービで、で、さすがのルークも、俺見てる俺はね、ちょっと涙が出そうになりましたけど、本人のさすがのルークも、あのビデオ一発で、あの、心変わり？そうそう、心変わり。もう、なんちゅう、ちょっとで、まあ、あの、とにかくあの、無敵の男で、どんな技を使ったんかなとね、思いましたけれども、まあ、全、オールガンズファイヤー、やっても、あの、ルークは全くびくともせんと、なんかこう、誇りを払ってましたね、このパッと。あそこで一瞬あのみんな笑ってましたけどもね、僕の横の右でよく見てた人も笑ってましたけども、まあ、あの、それほどのあの、ルークが、ものすごい超強烈やったっていうことなんです。でもその実は、朝原将校がちょっと入ったということですね。まあ、なんか言いたいことありますかね。まあ、僕の誰が主人公がわからんな。あ、主人公は誰？こうな。俺一瞬俺の手を取れのとこで、このこっからもカイロレンと、ハンソロの息子と、レイですね。レイが組んで、二人体制の、新たな悪になるんかなと一瞬思ったんですけど、さすがに手を取りませんでしたね。そこまでは。それからレイはね、あれも心底腐っとる。あれじゃダメだ。ね。その闇の力、光の力言ってるけど、もう自分が天下取ってんから、もう今度は前世を引いてですね、ちょっといい政治すりゃええのに、また皆殺しにしようとかしてたでしょ。まあ、あれ救いがたいですね。あれ多分ね、教育が悪い。教育がね、ハンソロが悪い。やっぱ、親父がハンソロやから、ろくなもんじゃない。で、やっぱな、やっぱね、お父さんっていうのは非常に関係しますね。
レイヤーもホース使っとってんの？使ってました。レイヤーはですね、あの、はーって感じでね、最後。俺、あ、そうか、キャリーフィッシャーが死んだから。死んだから死ぬと思うんだけど。俺、早めに片付けたなと思ってましたね。そんな雑な片付け方で人間と一緒思って、猫で死んだんですからもう出れませんよ。その実、キャリーフィッシャーがいないというね、実は違いましてね。みんなそう思わせといて、はーでしたね。何言ってんか分からない。いや、でも、俺としてもあの、はーはーとしか言いようがないから、もう。松本先生、お前何言ってんねんって言う人は、すぐに見に行ってください。ああ、追ってたなと思いましたね。健之助さんなんかは何かありませんか？なんか妙に、その、なんかね、印象に残ったシーンとか、言いたいこと。ちょっと内容分かりづらかったかな。そう？分かりづらかったかな。くどい。あのね、くどい。前半のな、やっぱりね、ルークの春巡とかな、ルークのダダこねてるの分かったから、はよせえよって話ですね。あ、そうや、ダダこねてんねん。あと、スネオ、うん。だいぶくどかった。スネオでダダこねてるという。あんな人おるでしょ。おるか、じじになっても。もっとシャッキロせんかいと思いましたね、ほんま。昔の杵塚のおっさんっておるやんよ。ああ、現実社会でもあの手のやつ、要素おりますね。おるやろ。あ、そうか。ほんで、俺って結構あの手のおっさんに厳しい男で、現実社会では非常に結構本気で文句言ったりしますけど、あ、そうか。おるよ。ルークもそういうことになったってことですね。ルークも人間か。人間。ということを考えると、やっぱレイヤ、大金姫は偉いですね。偉いな、ほんまやな。全然偉いなと思ったな、やっぱ。これもやっぱり教育やな。教育やわ。うん。レイヤーはちゃんとした教育受けて。ええとこ生まれか。そうそうそう。育ちか。いや。下町育ちか、じゃあ。やっぱ多かった。やっぱほら、砂漠の絵、なんとか農場で、働かされてるな。あれじゃあかんな、やっぱな。だいたいこれで分かったね。人間を育った環境が非常に大きいな。ダース・ベイダーかってあれ、なんか奴隷の子やんか。あ、そう。やっぱりなんかこう、だからこう、鬱屈した子。うん、そう。育ちのいいとこと悪いとこ。うん。明らかに違う。なんかこう、ひねたところがあると。うん。よう考えてるやんだから、監督かって。そら、それ言えますね。確かに。監督は、J.J. エイブラハムっていう人やってるんですけど、この人の作ったアメリカテレビドラマでフリンジっていうの、俺これ、最後まで見たんですけどね。これも結局女の人がむちゃむちゃ強くなるというねやつで、これも共通したやつがあるなと思った。なんか強い女を描かしたら JJ は群抜だなっていうのが思いましたね。それにしてもカイロレンはクソ野郎だったな。あいつはもう反省がないな、あいつはな。心が弱い。弱いな、ダメだな、ああいうことでは。あと例の親父さん、例の親のことも話してましたね。例の親は誰かって言うかなと思ったけど言いませんでしたね、最後まで。でなんかお前はそのゴミくず集めで捨てられたんだって言ってたでしょ、カイロレンに心を読まれて。じゃあなんでフォース使いに行ったんでしょう。だから誰がその親父なんかなっていうね。それをまた次に引き伸ばすやろ。次はハンソロのやつやろ。あ、それはだからハンソロのやつはまた6月6月30日また。そっちが期待できんじゃん。これは主人公ハンソロやで。ハンソロ。今回は誰がいっぱい主人公みたいなのか。別にポーが主人公って言うとも。今、いけますね。BB-8 が主人公でもいいんじゃん。いけるいける。BB-8 はもうちょっと活躍しすぎですね。やりすぎやな。ボールみたいなやつがおらんかったらもう、とっくの昔に全滅してましたね。はい。危ないと思って助けたの全部ボールが助けてたというね。やりすぎちゃう。そうですね。包丁ロボットちゃうやん。うん。中バッカーで今日は今回印象に残ったのは、やっぱり新かわいいマスコットキャラクターの、なんとかっていうネズミみたいなやつ。あいつ最初食うてましたね、あいつね。あそこからスタートしました。コマーシャルで出てる、ピーって言ってる中バッカーの横で言ってるかわいいキャラ。あれ中ばっか実はね、あれを丸焼きにして食うところから始まってますのでね、ちょっと衝撃なところで、もう全部ネタバレですのでね。いっぱいおってんか。いっぱいおりましたね。いっぱいおりました。いっぱいおりました。まああれがジェダ、ジェダイの復讐、ジェダイの帰還のなんかね、熊の子みたいなね、ああいう役割を果たしていました。
あと夜の銀狐みたいなやつも出てきましたね。あいつは可愛かったか。あの夜の銀狐がね、あれがあの道をあのね、あの似合うと思うよエプロン姿とかね、あんまり関係ありません。何言ってるか分かりません。だけど言い尽くしたから、今もう一生懸命出力してんけど、俺感じたこと。あと何かあったんちゃう、なんかちょっと無駄な描写が多かったかもな。あーなるほど。最初のさ、うんうん、あのルークとレイの追いかけっこみたいな、あの描写は非常に俺はいらんかった。あれはねめっちゃ短くできたね、うん、あれは。そうそうそう、あ思った思った。あれあの山登るシーン、イルカ、イルカ、なるほど、じゃ全体的に、ね、あれはちょっと長かったな、うん、最初の長かった。やっぱりルークのひねた、あのちょっとあのすねた、すねすねすねたルークを短くしたらもっと良かったんじゃないかなっていう。結局損しちゃったよな。で最後損してじゃん結局。いやでも損しは俺もごめんけど、びっくりしたけどな。びっくりした、うん、その手があったかと思ったよ、うん、だから損しはあの現場にも来てなかったという、ね、そうだよな、うん、驚きのね、なんか痩せてるなと思ったね、うん、どこにね、うん、顔だけ老けてね、うん、そ う, そういうことでした。ヨーダは出てきたけど、ヨーダ出てきました。ヨーダ出てきたけど、ダースベイダーとか出てきてな、うん、ヨーダは何か感じることありませんかとか、ありますヨーダね、僕はありましたよ、うん、僕は、僕はヨーダはね、あの人形時代のヨーダに、そうそう思った、思ったあれは、うん、あえて人形ヨーダに戻してましたね、うん、あの流れでちょっとオビアンも出てきてほしかったかな。あ俺もちょっとあの待ってました、うん、実は待ってました。オビアンが出てきたらな、うん、若いオビアン出ること出してこなかったんちゃう。俺も待ってたね、うん、あれは出るかなと思ったけど、まあ、まあ、結局そのヨーダは出ます、うん、ヨーダは出ます。ただお前何しに来たねって話。あそうやな、うん、ヨーダはあれなんかいいこと風なこと言って、うんうん、火つけて終わったな。そうやな、ルークに「しっかりせいや!」と言って消えたというね、あのルークしっかりせい物語だったな。そうやな、あそうやな、そうや、うん、そうしっかりせいよ物語。そうそう、うん、もう見てる俺らの、その座ってる映画館で座ってるやつみんな思ってたでしょ、シャキッとせいやと、ね、うん、そうやね、ええ年こいてよ、ええ年こいてほんまもう何すねてんねんお前すねてたからお前何も話前進めへんわと。いかんかいと、うん、思った。ヒゲそれよな、ヒゲそれや最後前爽やかにあの高青年のね、え爽やか高青年の片鱗をね、この往年のあれを忍ばせてこう思わせて、うん、あヒゲそれやと思ったね。なああれは汚い、あれはねどっちかっていうとね、あの昭和何十年代にね尼崎に洋さんおったね、なんかこう汚れのおっちゃんっていうのまあ、古事記、ね、古事記でしたね、うん、あの拗ねた古事記物語ということでも力はすごくて、まあ、損失だったねいうことだよね。あ疲れたな、全部言ったっけこれで。せーなー、うん、あと言い忘れてることはあったかんからね。なんかある、うんうん、何かなんだろうな、ね、キュアダカンカンが潰れてたっていうのはありますね。まああのリニューアルしてるっていう。あんま客来んからね。駐車場も来ない。しかし振り向いたら映画館はいっぱいでしたね割と。うん、パッと振り向くと、うんうん。そこだけ需要はあるから、うんうん。いやー。店も割とおったね。おった。あの前の店や、あの店やっていうか。はあ、あの食料品売ってるところの様子を見とってやる。割と来てましたかね。うん、あ興奮が冷めやって。一気に喋って脱力して疲れちゃった。それなんでこのカーナビにそのこんなオプションあるの？これは俺がほらあの何つうの？なんか映画を見たり、うん、これ例えば今 DVD を押すと、うん、田宮二郎の犬シリーズが、ああそうなの、かかるようになってるんですか。3本借りてきましたので、また田宮二郎を見なければなりません。あとね、あまた田宮二郎で思い出したわ。あの、三國連太郎が出てましたね。あ、そうなん。うん。気がつかんかった？え？俺はもう、最初からあの、三國連太郎が出てるんだ。そんなこと関係ないやん。いやー、よく思い出してみてくれよ。え？暗号を解いたやつ。あれ誰やった？あの、暗号解きのあの、金で動くやつ。あれ、三國連太郎でしょ。俺は三國連太郎だと思って見てたんやけど。うん。誰？
で暗号名前を忘れて暗号解きのやつ、うん、ぬすっとあれはもうめくりの太郎でした。あ、なんか来たな。俺はもう行くわ、うんうんうん、またやる、うん、あ、言い残したことない？スターボスに関して。次せよ、早しろって言ってて。あ、分かった。早次の見せろと。ただいま。おかえり。心に残ったし、これはどうやと思ったの？一番。はい。あ。一番は。レイヤー姫の問題ですね。はい、レイヤー姫一回死んだかなと思ったら、うん、宇宙空間で右手を出して、うん、トーストみたいなのを使って、うん、戻っていったという、うん、生命力の強さ。そういう風に表現すればよかったんだ。それはないだろうって思った。俺はそこのところをこういう風に表現したよ。あ、そうか、うん、あれびっくりしたね。あれびっくりしたな。そこのところはあの話題に出ました。出た？出ました。あとは何？いや、なんか忘れてるとこないかなと思って。うん、ね、あとなんかなかったかな。フィンが終始おどおどしてたね。あ、割と。うん。ありました。ずっと。いやー、松田雅彦です、うん。これ実はね、スター・ウォーズの最後のジェダイを見た、まあ、感想をね、みんなでいろんなこと口々言ってるんですけれども、うん、あのやっぱね、忖度っていうんですかね、うん、やっぱりあのいろんなこと言ってほら傷つく人がいっぱい出てくるっていうこの社会ですのでね、思ったことを言うとね、うん、でお前はなんてこと言ってるんだとかさ、よくあるでしょそういうの。そうですね、うん、やっぱあのその立場でやっぱりあると思いますのでね、あの誰も傷つかないように、うん、あの録音を、うん、ここで音をかぶせるというやり方を取ったわけです、はい、それほどここの社内でむちゃくちゃ言ってます。ちょっと問題発言多かったね。ちょっともねと思うな。ひどい、あの全然悪気はないんですよね、うん、悪気はないで本間のことは言ってるんです。事実をね、うん、真実を喋ってるんですけれども、それでもそれを聞くとですね、ふめ何言ってるじゃんじとか言う、こう、まあ、不快に思う方もね、うん、そうそう、おるかもしれませんね。あのはっきり言ってこの、まあ、めんどくさいってことなんですけれどもね、うん、ですのでちょっと新たで再録ということでですね、はい、でこれ何を喋って、何をその危ないことずっと喋ってたかっていうのは、まあ主に人種問題ですねこれね、うん、まあね、うん、そうやな、まあ放送禁止用語っていうのかな、放送、うん、そうやな、うん、まあとにかくあのスターボーズ面白かったですね。あの出落ちっていうところでねありました、うん、あの一番最初 の, あのフォースの覚醒の、うん、ラストシーン、うん、レイがですね山の頂でついにルーク・スカイウォーカーに会って、はい、スッとあのこう差し出したあのライトセーバーを、うん、ライトセーバーを差し出して、あそこのシーンで、まあ、前回終わったんですよ。そうですね、まさかあのシーンの、6秒後ぐらいに、うん、あんなオチが待ってるとは思いませんでした ね, そうですね。あれ言っていいのかな。いいですよ。あれなんつうの、ギャグでスタートしたんですねあれね。せやな、うんうん、あの俺はあれ見た時に心の中で口には出しませんでしたけど、何て言ったか言うと、うん、掘るんかいって言ったんですよ、うんうん、なんか漫才のツッコミじゃないですかね、うん、おっさん掘るんかいって、うんうんうん、と言いました。ギャグ要素は2つぐらい、2つだけあったな。あ、もう1個何だっけ、あれ、あの、レイがフォースの修行みたいなのする時に、うんうん、あの手出して、うん、でそれをルークがなんか、うん、こんなコショコショコショってやって、うん、何か感じるみたいな、それやったらしいな。あのルークはね、拗ねた親父っていうか、あのちょっとお茶目なところがあってね、うん、もう完全なギャグ。あれははっきり言って俺はあのちょっと笑ってました、うん、笑ってました、うん、笑ってる方も結構いらっしゃいましたね。結構あれは普通にあそこ行っちゃ面白かったでしょ、うんうん、あ、なんか来た来た来たとか言ってましたね、レイは。あれ面白かった。あれ面白かったですね。スター・ウォーズで唯一のああいうおちらけた場面ちゃう、うん、そうやな、スター、うん、あんななかったやろ。あれは完全なるコントでしたね、コント、うん、ギャグ。あれわざとやな。JJ エイブラムスはあれはやりましたね、やらかしましたね、うん、ほんまやな。あの本当のお笑いシーンやったな、あれは。
なかったもんな。なかったなかった。さすがにあそこまでのお笑いシーンはなかったね。うん